こんにちは、DI 神奈良店長のミクです。はい、こんにちは、DI 神奈良のたくまでございます。はい、はい、今日はよくこうお声をいただくんですけども、はい、正しいメガネのお手入れ方法、まあ、掃除方法、はいはい、で動画を進めていこうと思います。はい、はい、普段 ね、なかなかメガネ屋さんに通ってこうクリーニングしてもらうと、はい、すごく綺麗になったっていうふうに言われるんですけど、はい、なかなかねメガネ屋さんまで足を運ぶっていうことが、はい、今なかできないっていう方もいらっしゃると思うの で、はい、で実はメガネ結構汚れてますよね。汚れてます。なんでやっぱ日常で使うは、ね、うちにですね汚れてすごく溜まっていくんですけど、やっぱホコリだったりこうゴミがこう付着してる分には皆さんこうお気づきになると思うんですけども、はい、こう僕が経験上ですね、はい、焼肉の後あれ煙すごく油飛んでるんですよね。でよく見るとですね薄いちっちゃい点々みたいな膜がいっぱいついてるんですけども、なのでパッと見は結構分かりにくいんですよ。で結構そのままですねこうふメガネ拭きだけで拭いちゃっても、はい、こう綺麗になったように思うんですけども、あれ結構油が伸びてるだけで意外とかけた時にうっすら曇ってたりするんですよね、はい、なんで今日はご自宅でご準備していただけるもので、はいはい、メガネ屋さんと同じようにクリーニングができますの、同じレベルでですね、はい、はい、の方で、はい、ちょっとお教えしたいと思いますので、じゃあ行ってみましょう。はい、はい、ではまず一つ目の工程として、はい、はい、メガネについている大きな汚れ、まあ、ホコリだったりを流水でこうジャーッと流していただきます、はい、でここで注意なのがお湯を使わないでください。もう水でお願いします、はい、でその水で流していただいた後に、はい、工程2なんですけれども、はい、これは実践しながらはい、お送りしたいと思います、はいはい、じゃあちょっとカメラさんに寄っていただきまして、はい、変わりまして、はい、まあ、ちょっと桶ですね、手頃なまあ桶で大丈夫なので、はい、それに水を張っていただいて、はい、で中性洗剤と言われるものがあるんですが、はい、まあ、それを 2,3 滴垂らしていただきます、はい、で中性洗剤って何がこう中性が多いかというと、実は食器用洗剤が、そうですね、食器用洗剤、はい、結構中性なことが多いです、はい、で裏を見ていただくとこの液性っていうのがあって、ここに酸性だったり中性っていうふうに書いてあるんですけれども、ここが中性か確認していただいて、その後に中性だったらこう 2,3 滴ピッピッピッと出していただきます、はいはい、ではもうこちらにですね中性洗剤を 2,3 滴垂らしたこう水を、はい、張った桶を準備させていただいてるんですけども、はい、一応こちらにまずメガネを、はい、入れていきます。でここで、はい、油水でいきますので、はい、そこの方にですねレンズをすらないように、はいはい、油水でいただいて、はい、こんな感じでですね、まあ、もう少し深く本当は貼った方がいい、まあね、やりやすいモデルとかもあるので、まあ、そこは様子を見ながら、で水に対してどれくらいかっていう疑問もあると思うんですけれども、まあ、ちょっと表面つぶつぶと泡立つぐらいであればもう問題ございませんので、はい、まあ、使いすぎなければ大丈夫かなと思います、はい、で、ここでですね流していただいて、で、はい、この水もお湯ではやめてください、はいはい、でその後にここの鼻のところですね、ここが結構汚れてらっしゃる方、そのまま放置なさってる方も多いので、はい、こういったところはですね、はいはい、ナイロンブラシですね、まあはい、ご家庭にあるのものだと歯ブラシを使っていただいて、はい、はい、洗っていただきます、はい、で この時にレンズ面をこすらないように気をつけながらこういうふうにこすっていただいて、そうするとここにですね青カビみたいな、まあ、緑症って言われるものが結構生えてたりするんですけれども、それもこう綺麗に落ちますので、まあ、水をこう加えながらですね、でちょっと泡立ちが少ないなと思ったらここに、まあ、こういうふうにですねもう一滴こう、はい、こんな感じでピッと垂らしていただいて大丈夫なの でそうしながら、まあ、量を調整しつつこういうふうに洗っていただくと綺麗になります。でこの際ですねなかなかもう時間が経ってしまって取れなかったりとか、もう鼻パッドかけてしまっているとか、ちょっと破損が見られる場合はだいたい500円から1000円ぐらいで交換してくれるお店さんがほとんどだと思いますので、もう交換の時期に入ってると思うんですよね。なので
ちょっと汚れが取れにくいなっていう時とか、そういった時にはもうお店で交換してもらった方がいいかなと思います。はい、はい、今これをですね、あの流水で揺すんだ後に、はい、でこうした後にですね、またはい揺すいでいただきます。流水でですね、こう一回こうつけてジャバジャバっとやって、でその後に綺麗なお水で、はい、ザーッと洗い流していただきます。はい、ではですね、今その工程が終わった後に流水で流してきました。はい、流してきました。はい、でその後に柔らかい布で、まあ、あの手頃なのはティッシュなので、はい、ティッシュでこういうふうに水分を拭き取っていただきます。こんな感じですね。でこんな感じでメガネ拭きで仕上げ拭きをしていきます。はい、ピカピカになりました。あります。うん、はい、ではこのような感じで洗浄をしてピカピカになりました。はい、はい、こうすることによってですね、結構メガネ屋さんと同じレベルでご自宅でも、はい、あのクリーニングができますので、はい、で目安としては1ヶ月に1回ぐらいやっていただいて、で、ね、でまあ、適宜こう様子を見ながらやっていただくと綺麗にメガネを使っていただけるかなとは思います。はい、でここで補足なんですけれども、はい、このですねメガネ拭きも実は洗えます。洗えます。はい、これは洗濯機でも大丈夫です。で洗濯機でこうもう普通に他のこう汚れたものと洗っていただいてもいいんですけれども、はい、柔軟剤を使う時にはやっぱちょっと少し汚れの落ちが悪くなるので、柔軟剤はあんまり使わない方がいいかなと、ね、はい、思います。でこれをちょっとこう洗濯と一緒に洗うのが気になるっていう方はもう桶に水を張っていただいて、その中で中性洗剤で同じようにこう揉み洗いしていただきながら、はい、干していただくと割とやっぱりすぐ乾く素材にはなりますので、はい、1日経たないうちに晴れの日だと乾くかなというふうに思います。はい、でその時にちょっと端に縮みが出る可能性もあるんですけれども、まあ、使用上問題はございませんので、メガネ拭きが汚れてなかなかこれで拭き取れなくなったっていう時には洗っていただくといいかなと思います。はい、はい、で、続いてなんですけれども、はい、市販のシャンプー剤とかっていうのが売ってあります。はい、メガネのシャンプーとかですね。そうそうそう、それって実は普通のメガネにはよくってもスポーツ用のサングラスとかはプラスチックレンズで作られてないものとかもありますので、はい、ちょっとスポーツ用サングラスとか洗うときには中性洗剤の方が逆に良かったりしますので、はい、はい、それにちょっとお気をつけいただければと思います。はい、で、3つ目なんですけれども、はい、超音波洗浄機、これ注意です。今だいたい 2,3,000 円ぐらいでネットでは手に入るようになって、はい、皆さん綺麗好きな方とかはご家庭にある方もいらっしゃるんですけれども、超音波洗浄機で抜くのはこのメタルフレームだけです。はい、金属でできているフレームは剥くんですけれども、はい、プラスチックでできているフレームと、はい、あと偏光レンズが入っているものですね。はい、これはレンズを傷めてしまったりフレームを傷めてしまう危険性がありますので、はい、あくまでもメタルフレームのみの、はい、対応となりますので、はい、はい、これもまあでもこっちを使っていただいた方が手軽かなというふうには思います。ます。はい、あと4つ目です。4つ目です。こういうふうにですね、ゴム、鼻パッドをちょっと寄っていただくと、はい、このように鼻パッド部分にですね、ラバーが使われているものがあるんですけれども、ここがですね、ファンデーションとかで白くなってきた場合は、一旦ですね、こういうふうにセロテープでそういうふうに白くなった部分っていうのをこうピッ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 とこう取っていただいて、その後に先ほどご案内した内容で、はい、洗っていただきます。はい、はい、で最後にまたちょっとこう気になるようでしたらこうピッ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 としていただくとある程度きれいになります。はい、でこれですね、もうブニョブニョしてきたりとかベタベタしてきたりしてるともうここが加水分解しても交換の時期になりますので、はいはい、
洗ってもなんかもうベタベタしか取れないっていう時には、はい、ぜひこれはもうメガネ屋さんでやってもらう方がいいかなと思います、はい、では今ですね補足も含めて、うん、一通りご案内させていただいたんですけれども、はい、いかがでしたでしょうか。はい、いかがでしたでしょうか。はい、はい、ご家庭で今日ご準備できるものでお手入れさせていただいたんですけども、はい、もちろんこうメガネ店でですね市販で売ってるクリーナーもあれ中性剤と中性洗剤と同じ、はいはい、活性剤が入ってるので もちろんクリーナーでもうシュシュッとやっていただいても全然大丈夫なんですけども、はい、まあご家庭であるものなのでせっかくですねもう家にご準備があるものでこう一回やっていただけたらなと思います、はいはい、では本日の動画は以上でございます。この動画がいいねと思ってくれた方は、はい、グッドボタンと、チャンネル登録そしてインスタの方のフォローもよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、ではよろしければまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ、はい。